160は入んないね、うん、入んないと多分ダメです。あとは週0回とかでいいんじゃないの。あ、鍵、いや鍵引っかからないとダメですね。かかんないか、固定でやるんで。 A4 書籍が入るメール、あ、こういうのでもいいですね、はい。あ、でもメールメールロッカー、でも横で A4 が入るとかだとパソコン入るでしょ。そうですね、うん、こういうのでもいいかもしれないです。あとはこういうのスタッキング、はい、でも、はい、1個で7800円だから高くなる。あ、逆に高くなるのか。ロッカーまあでも要検討というか、多分中古で揃えればいいと思うんですよ。あとはそれをどこに置けるかっていうところです。そうですね、そうか、意外に壁がないから、ここの壁使っちゃってるから、ここも使っちゃってるんで意外に、そう、壁がないんですよね。そうか、まあそれでもいいことですけどね。あとは外、まあ嫌がる人もいるだろうけど、はい、受付で預かるか。いや、ロッカーはあった方がいいと思います。ロッカーあって、要は日々来る人は荷物を置いとくっていう風にすると思うんで。この下とか、あ、でも無理か。逆に言ったら物置をちょっと、もうこっちに集中しちゃって、ここにロッカーブースをこう L 型とかで作るか。あ、ここに、うん、あ、それいいんじゃないですか。ダメなの。いや、僕的にはありですけど、使いが、その僕ここの備品に置くボリュームが見えてないので。ここの備品って何想定されてます。ホワイトボードとか、あと貸し出し備品って何があるんだろう。カゴ、椅子とか。あ、そうだ、カゴも言えばいい、はい、カゴも絶対いるな。椅子とか。椅子か、椅子こそこっちじゃん。こっちか、うん、入ります、その下に。うん、入ります。入ります、うん、すごいな。そしたらカゴとかもこっちに入るじゃないですか。そうですね、ただその利用者が自分でやってもらうものをあんまりこっちに入れすぎると、あ、そんなに、なるほど、うん、やりやすい場所ではないので、かわいそうなので。なるほど。カゴはでも極端な話、ここに置けると思うし、椅子、あと何でしたっけ、何の話でしたっけ。カゴと椅子か、椅子とカゴって、でもそんなに、そんなでもないですよね。この辺置いといたっていいわけだから、うん、てかもう、はい、もうすでに散りばめておいてもいいです。さすがに持って帰んないでしょ。そうそう、あとはあと、あんまりだから、そう、ホワイトボードを活用しようとしてた時に出しちゃっていいんじゃないですか。もう常に出しっぱで、うん、あ、そうなんだ。じゃあそんなにいらないんですね。どうもしますか。あと、はい、そうさっき栗原君にも言ってたんですけど、はい、コピー機系が置くところが限定してないので。やばい、コピー機ってどうして。2台は欲しいですよね。でも、いや、いらないと思います。1台で十分ですね、はい。そもそもコピー機っていりますかね。やっぱいるか、いるよな。コピー機って普通どうするんですか、うん、リース普通はリースにしちゃってますね。でもカウンターでやるからやっぱりお金取んないと合わなくなっちゃうもんね。コピー機ってその要はでっかいやつですよね。やっぱでっかいやつってあった方がいいですかね、うん、どうなんだろう。リース代ってどんくらいかかるんですか。みんながどのくらい何を出力するかにもよるんだけど、だ A4 だけなのか A3 もやるのかとか、はい、それ以上が必要なのかとか、場合によっては出力屋さんに持ってちゃった方が早いかも。そうですね。だまあ書類ですよね。ビジネスマンとか事業の人はよく使うでしょうし、うん、僕ら IT 系あんまりコピー打ち出しはしないけど、逆にプリンターがないと困るかもしれない。あ、そうですね。そう、コピーとプリンターは絶対も分けてないと。コピーとプリンター、そうです。だうちに、僕のオフィスにあるのは家庭用のやつなんですけど、はい、そういうんで良ければ持ってきますけど、そういうレベルじゃないってことですよね。インクジェットの。あれにしなきゃいけないのか、コピーとプリンター分けなきゃダメなのか。一緒じゃん。じゃないと高くつくよね、多分ね。あ、なんだ。一緒でいいんじゃない。ダメな。一緒の方が高い。使う人に1枚10円だよって耳っちくやるのが若干ちょっとスタイルとしてなんかケチくさい感じがしちゃってさ、それがなんか。悔しいんですよね。なるほど。え、それはどういうイメージですか。つまりはお金を取んない代わりに管理費から出せるとか、うん、
いやでもね、多分そうすると大量にやるやついますよ。そうですよね、うん、僕仕事で100枚とか平気で印刷するので、はい、そうなるとちょっと回らないですもんね。それはやっぱ取っていいと思います、はい、スマートじゃないなと思ってたんだけど、あ、まあ、でもそれは現実的には。いやでも貯金箱ぐらいの善意でもいいかもしれないですね。そんな大量にやったら常にいる場所で難しいと思うから、はい、コピー機は内側に置いちゃってもいいのかな。内側というか、はい、こっち管理で完全に。あ、うんうん、なるほど。だプリンターは外に出して自由に使えるようにして、うん、でそこからの複写は有料、うんうん、コピー機のリースっていくらぐらいかかるんですかね。結構する。あ、そうか、うち設計事務所ベースしか分かんない。設計事務所って常に AA さんとかで紙出すじゃない。そうすると月に1万5000円とかかかってますね。あ、でも逆に言うと月に1万5000円で大丈夫ですか。あ、でもプラスその印刷代、いや、カウンター料金で1枚12円とか15円とかなので、で交渉次第でじゃあ紙持ってきてよとか、それのみですね。それで、うん、15とか、まあ仕事がかぶってるときやっぱ5万ぐらい行くときもありますね。でもなので読みにくいとは思うんですけども。あれカラーコピーじゃなくてダメだよね。あ、そっか、カラーコピーじゃないとダメか。そっか、うち白黒なんだ。なるほど。ってことは機材としては結構するんだ。秋葉とかで中古売ってるんですけどね、十何万とかですね。いや、おそらくなんですけど、とりあえずいいか、いいか最初は。後ででも良ければ後ででもいいかもしれない。でも要望としては間違いなく出るでしょうね、うん、まあぶっちゃけうちの事務所にもあるから、はい、それ有料でやってもいいし。あ、本当ですか、うん、A3 まではできるから、はい、とりあえずそれで。でプリンターは一応うちに家庭用のですけど、インクジェットのやつ2台あるから、それで一応 USB 接続できるんで、何かあれば初めはそれでプリントアウトしてもらって、ただ始まったら絶対それで不満が出るはずなんで、その時に対応ですかね。逆にだ、本当にそういう需要が出てくるんだったら、出力をもっとしっかりしたいって人が出てくるんだったら、それなりの設備を整えなきゃいけない。そうですね、うん、後ででもいいかもしれないですね、うん、あれもこれもだと、うん、そうですね。で、あとじゃなんかそうです、ピンポイントのなんて要望を汲み取れないもんね、今じゃ。いや、初めて。少なくとも IT 系に関してはコピー機はあんまり使わないです、はい、僕の知る限りは使わないです。はい、じゃあコピー、まあ、極論外でコンビニでコピーもできるじゃないですか、はい、要はここでやるのって、僕前職会計事務所なんですけど、はい、会計事務所時代は信じられないぐらいコピーしたんですよ、はい、だからでもこういう共同で来るところでそれが果たしているのか。僕の見てきた30ぐらいのコワーキングスペースで重機的にコピー機があったのは名古屋のマイカフェさんだけなんですよ。あ、でもそこはでもある程度うまくいってるんです。だからあった方がいい、ビジネスマンとかも来ることを考えるといいのかもしれないし、そう、あのこういうスペースってそのノマド的な人だけじゃなくて、そうですね、あのこれかサラリーマンがあの打ち合わせの後に、ね、コーヒー屋でよくそれをまとめたりするじゃないですか。そうですね、それの延長線上の位置づけにあの定着すればいいと思うんですよね。そうするとあるってのも一つのあれなのかな。まあでもそれはだってここにいないだけで上に上がればあるから、うん、まあ、それはお祝いのものは見越してるってことですね。まあ、基本、まあ、栗原さんいるベースだけど、まあ、使えるときは使えますみたいな感じですかね、うん、実際月に1回もやってっていう人がいなかったらいらないのかもしれないですね。上にあるものを下に持ってくることは難しいですか、ね、あれはファックスも兼ねてるんで。あ、無理ですね。か逆にここに置いてしまってもいいっちゃいいんだけど、はい、支障が出る。ファックスが来たらどうしよう。打ち合わせの。そうか。そうだよね。見積もり書とか来たら嫌だもんね、ちょっとね。じゃあまあここに置く感じですね。そしたらね。栗原さんそれは、はい。究極でもここに置いてもいいですよ。あ、そうですか。あの星野さんがあのあ逆にうちの分って食べといてくれれば。ん？あ、星野さんが、はい、あのうちの分つって、あ、本当ですか。そのファックス来たの食べといてもらえれば、はいはい、それもおばさんが取りに来るから。あ、それでもしでどうしても電話回線も変えなきゃいけないですよね。電話回線のこう引っ張っとこう。なるほど。それかあれをチェンジします。チェンジもできるかな。僕の持ってる
プリンターインクジェットプリンターのやつが2機あるから。ファックスですか。ファックス使えます。あ、使える。はい、ただまあ大量に来ると多分対応できないです、うん。まあ、それは考えましょう。おいおいですね。だからまあコピー機とか置くならこの辺でしょう。そうですね。でもおそらく買えるんだったら買った方が手軽なのかな。でも壊れたらすんごい高いですよ。マジで。あのうちカラーレーザーの A3 を2台実は壊れたら嫌だから持ってて、はいはいはい、で今ゼロックスなんですけど、はい、初めはの保守を組んでたら年間5万ぐらいなんですよ、はいはい、で、保守をもういいやと思って外した直後に壊れて呼んだら、2万プラス材料費取られました。あ、材料費も高いんですか。材料費は何千円とかですけど、でも動かないと困るもん。 それは買った時の話。買った時の話。リース。ああ、そうか。まあリースでもいいと思うんだよな。うちでもあれだな、うちの事務所のやつあれカウンターじゃないな。あ、そうなの。うん、なんか定額リースみたいな感じ。あ、じゃあ逆にトナーとか紙とかは自前でやって。そう、自前で。ああ、で紙はいつもアスプレで買って、あ、うん、トナーは村テックから取って、うん。あ、まあうちもそんな感じ、うん。あ、でもそうか。そしたら定額でリースができる、うん。で、修理の報酬はするんでしょ。修理はどうだったっけな、まだ壊れてないからわかんないの。あ、そうか。そうだ。そうか。そういう深刻な故障はないの。でもなんか呼んで金取られたことはない、今のところ。なるほど、そういう方向性がいいのかもね、うん。まあ、ここら辺ってもう動くものとして考えているの で、 そうです、ね、あんまりそこ、まあ、でこういう要望はぜひ聞いておきたいんですが、まあ、はい、もっと高く、まあ、空間としてそう、ね、無駄になっちゃうからということですよね。あと、これって危なくないとか。あ、あの天井、ここって実は針の、あ、なるほど、針の上だから突っ張りで転倒防止のやつをやれば大丈夫です。これは、あ、そうか、これ柱。はい。あ、なるほどですね。あ、そこになるのか。あとなんか飲食とかは かの場所とかじゃない場所って分ける必要があると思うんですが、はい、かの場所はこの辺をイメージされてるんですね。と、ね、はい、ことはその近くに、まあ、あのウォーターサーバーとか、まあ、例えばそういうなんか置きドリンクと か、 なんかそういうのもあるらしいんですけど、はい、そういうのはまあこの辺のどこぞに置くっていうイメージです。そうですね。栗原君のところで、はい、コーヒー屋さんから持ってきてもらおうかなとかっていうのをちょっと言ってたので、そういうもんだとか、あのコーヒーマシンは借りられないの。聞いておきます、それは。僕もまだその後ちゃんと話してないので。すいません、たかってばっかりだ、みんなで。僕も、自分のルートで、それがいいのかどうか別として、タクメンとかって知ってます？タクメンって何？あの、IT 系の人が、それ辞めた後に始めたんですけど、つけ麺とかあるじゃないですか、はい、あれの有名店のやつを配送してくれるサービスがあって、その宅麺、まあラーメンですよね、はい、でただのカップラーメンじゃなくて、その宅麺っていうのだと初期3万円ぐらいで全部その、なんだっけ、その調理器具と IH のその鍋とか全部貸してくれて、で売れた分だけ払うみたいなモデルがあるんですよ。オフィスグリコみたいなもんですよ。あ、はい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 、うん、でまあ別に一つのアイデアなんですけど、そういうのを置いといてもいいのかな。例えばそういう食事で、うんうんうん、こちら側に利益は出ないけど、まあ変な話損もしないっていうか、逆に言ったらまあまあそれがあの売れた分だけ、そう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 、そういう何かしらの、まあ、そういうのはそうそう、こういうところに逆に作っちゃってもいいんでしょうね、ちょっと。そうですね、うん、あ、でもちょっとスケジュール的に詰めらんないからおいおいになっちゃうんだろうね。 IH だと基本あれだな、食事は外に出ろだな。あ、そうですか、うんうん、店多いから、うん、確かにそうね、逆にそっちで落としてっていうところはあるね、まあ、確かに、うん、でもおそらく、飲食の、まあ、フリードリンク的なのは提供するとして、うん、食べ物は、提供しない前提ですけど、どうせ中使えないから、はい、でも多分なんとなくサンドイッチとか食べたいとか、うん、はい、カレーとかは困るけど、なんか食べたいってのあると思うんですよ。その時にだからまあこの辺で食べてくださいっていう、もちろんそれはあの真ん中、そうですよね、うん、はい、ですよね。でこの辺にまあだから水とかも一応あるんです、うん、そうですね、
了解です。だ基本それ以外のところでは、飲むのはともかく食べるのは禁止。そうですね、そうですね、それしましょう。それでいいと思います。だからオフィスグリコ的なのが軽くあるぐらいでいいんじゃないかなと思いますね、あれはうまいとこ攻めましたよね。あのそうですね、まあ、オフィスグリコ自体と契約するかどうかは別として、ああいうモデルっていうかのは使うといい、あ、まあでも置き薬みたいな発想なんですけどね。そうだな、ちょっとキンタリングでサンドイッチとかやってくんねえかな。ん、どっかのお店頼もうかな。あ、そうかそうかそうか、その辺はだから栗原さんが全然詳しいから、そのハーツでもいいし、まあなんか昔あった出前メニューみたいなの置いといて、まあ可能であれば30分以内に届けてくれるとか、まあこちらから取りに行くとかだと、でもまあ毎日のこと考えると難しいでしょうけど、届けてもらう、もし届けてもらえるんだったらそれがいいかもしれないですね。そうですね、逆にそういうのを準備できたら紙持ってきてとかっていうふうに、まあ、お店は多少選ばなきゃいけないんだろうけど、まあそれは多分栗原さんのルートもあるでしょうし、まあ、今冷静に考えたらお寿司の配達とかすごいやってくれるんじゃないですか、ピザとか ね。だからまあそういうの置いときゃいいのかな。はい、で、うん、基本の方向性というかこういう使い方っていうのをもうフィックスしてもらえれば、はい、初めにやんなきゃいけない照明の計画とかがまだ何もしてないんですね。それに実は入りたくってで、ここら辺のものっていうのは多分照明器具自体もちょっと周りと違うものをつけるだろうから、レールコンセントか何か上にレールでやっといて上から垂らしてくるっていうのがありで、でも多分執務関係のところっていうのはやっぱり蛍光灯にする、はい、した方がいいんじゃないですかね、うん、特に見え方もそうなんですけど、はい、白熱とかああいうビスポットのやつで使うようなやつって見え方、色味の見え方が変わるんですよ、うんうんうん、それがやっぱりなるほど外出た時とは違うので、うん、そういった意味ではやっぱり蛍光灯がベースにあって、まあ、スポットをどっかで使うっていうのはそれはもうありだとは思うんですけど、はい、そうするとそのテーブルレイアウトに合わせてその照明のラインとかを設定していきたいので、ベースはこの僕はいいとは思いますけど、クラさん どうですか？レイアウトのベースをさ、例えばこれはここベースでこうやっていくよっていう方向性さえ合わせてもらえれば、の照明のさラインとかを設定していかないとダメで。そうですね、うん、ベースはこの方向で進むんでいいかな、はい、あと細かい、これ後なのかもしれないですけど、音声というか、なんかビーカーの話がありましたね。ビーカーの話が、うん、あ、そうだ、それも聞きたかった。あとなんかブラインドは縦の方がいいとか、なんか、うん、縦型の言ってましたね。まあ色付き、はい、なんだ、落ち着いた色系の、はい、木ブラインドができればいいけど、ちょっと結構かかっちゃうから、まあ、なんだっけのピオポリ系のでもちょっと色を落とすだけで随分雰囲気変わるから。で、スピーカーの話なんですけど、はい、セミナーの時にやっぱりスピーカーって使いますか？いらないんじゃないですか、はい、で仮に必要だったら僕が持ってます、はい、超ちっちゃいので、星野さんが持ってるやつで大丈夫、はいはい、十分対応が。僕結構イベントよくやるので、スピーカーも2機あるからとマイクもあるんで、はい、それでいいと思う。あ、じゃあセミナーとかそういうちょっとした時のものはじゃあそれでいいので、必要ないです。なのでなんか BGM を流す的な、はい、これだけ広いとおそらく1箇所からガンガン出すっていうわけにもいかないだろうから、はい、どこか天井配置なんだろうな、うん、それがもしかしたら必要、それは初めに必要なのかなと思っただけで、セミナー用はいらないと思います。おそらくね、そんなにセミナーもね、うん、相当やるつもりではいるんですけど、はい、マイクが必要になるとなると、こっちの人が今度邪魔になっちゃう、うるさくなっちゃうから、はい、いらないんじゃないかと思うんですよね。
なんか雑談、はい、談笑みたいな、あ、そうですね、携帯で、はい、まあ、いや普通に声だけで届くんじゃないかな。でもあれ、ね、塾とかでしょ。そう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 、つどつどだって使わないじゃないですか。はい、うん、了解。そうすると逆にで動画撮るにしても多分音は指向性マイクだから拾うんで、はいはい、ずっとどうですかね、これだから1、2、3、あんまりこっちに寄せるとあれだな、4箇所ぐらいかな、はい、天井設置で、でこれを、結局はね、オーディオデッキみたいなところに外部端子でつないで出すだけでいいと思うんですけども、はい、系統をこっちは切るけどこっちだけつけとくとか、そういうことを使い勝手として、音、うん、あ、そういうのできるんですか。あ、まあまあ線を2本つなぐだけなんですけど、そういうことが必要かどうかですよね。必要になるとものすごく高くなっちゃいます。だったらいらないと思います、うん、端子が、外部出力の端子がついてるやつって大体あの右用左用とかでデッキで1個ずつしかないので、分岐にしようとすると電気屋さんにその分岐のやつを作ってもらったりとかしなきゃいけないので、例えば今でこれで言えば、例えばこの足元とかどっかに、うん、あのミニコンポみたいなものがあって、でこういうのどっかで配線こうみんなこっちに集めてきて、そのオーディオにブチョッと刺せばそれで終わりっていう、はい、たらまあかかっちゃダメなやつはそういうところ、はい、流すっていうことができるので。なるほど。こっちもしセミナーやるときは、はい、音を切った方がいいとは思うんですね、はい、でもしそれがそんなにコスト的に変わらないとなればこっちとこっちと分けた方がいいんですが、必須要件ではないとは思いますね。はい、はい、ちょっとじゃあそこら辺は一回電気屋にもここ見せるつもりなので、はい、そんで 極論こっちでセミナーやってどうしても音が BGM がダメならこっちの BGM も止めちゃえばいいんでと思うんですよ。そんなには、はい、そんなにはねっていうとこだと思うんで。了解、はいはい、じゃあ BGM のスピーカーに何かこだわりはないですよね。坊主使ってくれとかって言うんだったらあ、僕はないですけど、1個1万ぐらいするのであれ、はいはい、1万で買えるわ。うん、うん、買える。極論、例えば後で、まあ、ないと思いますが、まあ、1年後とか見直した時に、うん、まあまあ、その頃どうなってるか読めないですが、すごく反映した時に、まあ、変えるとかそういうのもありですよね。初めはそんなにかけなくていいんじゃないかな。了解です。了解、はい、スピーカー、あ、そっか、天井直付けだとあのブラケットがついてるやつにしないとダメなのか。天井埋め込みの丸いのだったら一番くらいで買える。ブラケットついてるやつ、そうだよね、うん、いや、僕で見てくださいよ。4個セットとかね、4個セット安く、うん、なかなか狭いとこ狙ってるねなかなか見つからなそうだな。そしたらここにプレイヤーか何かは必要になってくるんですよね。そうですね。プレイヤーって何だろう。インターネットラジオとかでいいと思うんですよ。うん、それで十分。あ、そっか。はい、うん、iTunes で大丈夫。お、出てきた。スピーカーペア。14,000。ブラケット付き。あ、いいね。よくあるやつ。あ、うん。でもそしたら2個揃ってればこっちとこっちが違くてもまあいいかっていう話だ。これをだから2セット、こっちリストですよ。確かに、あ、そうか。そしたらパソコンから直接こう、はい、パソコンからっていうイメージですかね。アンプが1個あった方がいいね。あ、そう、うん、アンプも適当なので、PC プラスアンプ。まあ、おたけは僕が得意なんで。あ、よろしくお任せします。逆にあと もうワンクッションあって大丈夫だけど、その電気屋にどの口をつければいいかとかだけ後で教えてもらえれば。うん、おお。よし。
どうぞ。今暖房を切ります。やっぱり昼から飲んでんのかな。誰がですか。仕事仲間です。あら、いやー詰まってきましたね。なんか持ってきてくれました。あ、ありがとうございます。あ、こんにちは。あ、先日はどうもお世話になりました。お世話になりました。今回、はい、前回カタログでご覧になったと思うんですけれども、はいはいはい、もっと大きいサンプルをお持ちいたしました。こちらの方がその、施工上の注意の書類なんですけれども、使用上の注意がこちらに書いてありまして、はい、まあ、20局面がこちら施工できて30局面はダメですとか、うん、まあ、あと推奨のマーカーのことですとかいろいろと書いてありますので、設置なさる際のちょっと参考に見ていただければと思います。これってどういう形を取るんですか。貼るのは多分誰でも貼れそうなんだけど、はい、業者さんからの発注という形になるの、それとも施工もやられてるじゃないですか。はい、施工まで受注、ちょっと任せた方がいい、はい、発注いただければもう仕入れるところから施工までやれますので、はい、見切り口は切り口と申しますと、例えばそれ針っぱで、はい、端っこがそのまんまだと、はい、多分擦れたりしてペロペロ剥がれてくるじゃないですか。でもそれもできるんじゃないですか。そうですね、まあ、ごめんなさい、ちょっと確認取らないとあれなんですけど、はい、額縁をこっちで用意しとけっていう話なのかなと思ったから。橋の処理に関してもおそらく弊社でやれますので、ちょっとごめんなさい、そこは確認いたしまして、はい、確認いたします。でこちら の、 紙の方は差し上げますので、はい、まあ、申し訳ないんですけど、こちらはちょっと貸し出しってことでもいい、はい、はい、了解。また、こっちだろうね、すでに考えたら、うん、間違いなくこっちだね。やっぱりこっちがプロジェクターで投影もできるというタイプなんですけれども、こちらは別にいいという感じで。そうなの、それ、はい、それは自分それだけじゃないすみません。これホワイトボードでかけて、はい、かけてプロジェクターで投影もできるタイプですね。どっちの方がいい。プロジェクター投影可能。あ、投影可能ですか、うん、はい、投影可能な方がいいですね。じゃあやるのこっちだね。じゃあ、うん、じゃあこっちだね。なんかだからサッカーとかも見れるじゃないですか、うん、いやいや、すごい極端な話ですけど、はいはいはい、はい、見れます、うん、はい、こっち、まあ基本ね、勉強会はこっちですけど、はい。じゃあ、ちなみにこれでお値段いいか。これで材料だけですと大体、まあ、ネットほどで5000円。ネットは9000円。ネットと申します。下ろしてもらえる価格。そうか、結構広いから。そう、結構値段いっちゃうんですよ。かける平米だと半端ないです、ね、7メートルかける1メートルだっけ。うん、そう、こちらが1220幅でして、でそれが1メートルで7500円となりますね、材料費が。でそこはまたベストになりますので、はい、そうですね、施工も、まあ、5000円から大きさによるんですけれども、5000円から2万円の間とお考えいただければと思うんですけれども、そこはなんとか頑張ったかな。平米いくらでしたっけ。平米7500円。あ、メーター7500円。 1.2 メーター幅で。で、まあでもそれを買うしかないので、かける7とね、7×7=5万2500円。ちなみにどのくらいの大きさっていうのはもう横7、 7×1 メーター、はい、ちょぐらい横幅7メーターですね、うん、なんで 横使いですね。 1.2 メーター幅なので、こう7メーターズドーンって。でそれを、木に貼るという感じで、うん、一応今は鉄板とかやりだしたらキリがないので、はい、でもマグネットはつかなくても、うん、つかなくてもっていう。なるほど、わかりました。で、まあ、もし発注いただいた場合は針まで弊社でやる。ね、一応大工さんを入れるんですよ、はい、なので大工さん、工務店さんからの発注っていう形を取るか、こっちで材料だけ買って自分らで貼るかとかなんです。結構それで施